今日は2022年12月18日です。こんな感じでヤシの木が生えているものすごく南の島にでも来たような、ここはフロリダです。オレンジカウンティ、なんだったっけ、オレンジカウンティコンベンションセンター、ここです。ここオレンジカウンティコンベンションセンター。今日は2022年12月18日です。アメリカのナショナルショー来ています。入るかな、マークが AKC のマーク入ってますか。今 How are you? って言われたら I'm fine, thank you, and you? って教わりましたよね、中学の時ね。 I'm fine, thank you, and you? って絶対誰もそんなこと一人も言う人間いないですからね、アメリカに。アメリカもオーストラリアもイギリスも絶対 Hi, how are you? って言われたら I'm fine, thank you, and you? そんなやつは、そんなやつは絶対いない、一人も。今誰かが言ったからですよ、と歩いてたらHey, how are you? って言ったら、おーじゃなくて、Hey, how are you? How are you? って言われたのに、その返事は、Hey, how are you? って言いましたよ。それどういうことかわかりますか？ How are you? っていうのは、なんかもう、よーみたいな感じですよ、なんか。How are you? って言われても、なんか、その人の名前、Hey, ニッキーとか言う、ニッキーなんて言うかな、まあ、何でもいいけど、How are you? って言われても、Hey! っていうぐらいな感じで、全然、なんか、そんな感じですよ。I'm fine, thank you, and you? And you? もう絶対いいわね、もう絶対誰に、マジで、本当、1000人にインタビューした方がいいと思いますよ。1000人に聞いても絶対言わないから、アメリカ人に1000人に How are you? って言って I'm fine, thank you, and you? っていう返事をする人絶対いませんから、いなさすぎて笑ってしまう。いや、それがね、なんでそれをいつも僕はね、何思うかっていうとね、コイケル・フォン・ディエだ、そしてこの一番後ろのブロンドの女性は僕は知っているのや、全然知らなかった。危ねえ、声かけようかした声かけようとした、全然知らねえ、あ、全然知らない、違う人だった。あの、なんて、何の話だっけ、あの、だからもうね、しばらくっていうかね、5年ぐらいですよ、5年間ぐらい、いや、もっとかな、7年間ぐらい、ハワイユーって言われた時のね、ハワイユー恐怖症だったわけですよ、僕は。だって最初僕はだから中学で習った通りに、教わった通りに I'm fine, thank you, and you? って言ってたんですよ。したらものすごい変な顔するんですよ、それを言われた、そのイギリス人とかオーストラリア人とかアメリカ人とか全員がなんか変な顔するんですよ。だからで、じゃあなんて言ってんのかなと思って、で、How are you? なんてほら、なんかこんにちはみたいな感じで言う、みんな使うから、だからなんていうか、しょっちゅう言うもんだから、もうね、なんて答えていいのか分からずに、もうすごい緊張してたわけですよ。 How are you? 恐怖症だった。あれ、ラゴットかな、これラゴットロマニオロ。それでものすごく注意深く見てたら、みんななんて言ってんだろうと思って注意深く見てたら、なんか How are you? って言われても全然全くなんか答えになってないようなことしか言ってないということに気づいたわけですよ。ハワイユーって言われたらね、ハワイユーって言われてるのに、ハワイユーって声、あのね、返す人もたくさんいるんですよ。
だからなんかね、ヨーみたいな感じなんですよ、言って。How are you? って言ったら、Hey, how are you? って言うだけなんですよ。だから、なんか全然、中学の時教わったのと全然違うみたいな感じです。だからね、そういうことがね、たくさんあるんですよね。教わったこととまるっきり違うことを実際の英会話で、アメリカ人が使っているっていうことがね、もう無数にあるから、無数ではない、無数ではないけど、たくさんある。そんなこと言わないよみたいなのが。だから、きちんとね、教えた方がいいと思いますよ。あ、こっちオビディエンスですね。ほら、犬が人間と一緒にきちんと働けるかどうかをやっています。How are you? って言われた時に、I'm okay とか、I'm なんか good とかしか言わないんですよ。I'm okay。大体多いのは I'm okay か、I'm good とか、あるいは I'm も言わずに good とか、I'm okay とか、それくらいなんですよ。I'm fine, thank you. And you? 絶対言わねえ、そんなの。もう絶対言わない。聞いたことない、そんなこと。言ってる人。I'm okay.I'm good. それぐらい。そういう正しい英語を教えるべきだと思いますけどね。中学生の時から。I'm fine, thank you. And you? 絶対言わねえ、そんなこと。だからもうね、うわ、すげえ、これ見て。わお。ほら。あれね、だから、ほら、何その正しい英語を教えるべきだと思いますよ、中学の時に。恥ずかしいわ、俺も。だから7年間ぐらいね、考えたんですから、本当に最初に海外に行き始めてから。だって How are you? ってよく言われるから、よく言われて、しかも I'm fine, thank you, and you って言うとすごい変な顔されるし、 I'm fine, thank you, and you っていう返事をしている外国人を見たことがないわけですよ。だからなんて言ったらいいんだろうかと思って、もうすげえ悩みに悩んで、僕は自分でそれを解明したわけですよ。そしてみんながなんて言ってるのかをすっごい注意深く観察していて、自分で答えを導き出した。つまりそれは What's up とか、なんていうかな、 Hey とか Hello とか、What's up とか、ちょっとアフガンやってるから、How are you doing? とか、なんかそういう、なんていうかな、こんにちはとか、やーとか、ようとか、言う言葉と同じですね。